一日外出における黒服の監視動向、そこに距離の規定は存在しない。黒服が遠巻きに監視するのは外出者を信用している現れ。わかるか大月。はあ。トドのつまり、私はお前を全く信用していない。一見柔和な印象で地下での評判も上々が、その実地下の秩序を乱しかねないチンチロの賭場を開き、毎回異常な荒稼ぎ。他の黒服は騙せても私の目はごまかせんぞ。今回この宮本が監視役になったからには覚悟しておけ。少しでも規約と反することをしたら即刻地下へ強制送還してやる。何がおかしい？分かってる。アンテナショップなんだ。ああバカ言うな。私は今仕事中。だから私は仕事中だと言った。何？北海道だが。なんで？いや、店員。いや、私は仕事中なので。やめろ、お月。いや、私は今。いいじゃねえか、もう1時間くらい。いいってこの宮本が許す。結局迎えの黒服たちに勝つが。大月、次の外出はいつだ。スケスケ、超スケ。あ、俺がか。まあいいだろう。じゃあこの杯をもって正式の決定としますか。うん、あったあった。こんなし、Once upon a time in America に。 Once upon a time in America。 嘘だろ。あの名作 Once upon a time in America を。よ。俺今日休みでさ、散歩してたら同僚の黒服がいたから声をかけてみれば、お前が風邪ひいてるらしいって聞いてな、急遽持ってきた梅干し。実家から送られたやつだから大丈夫。乾杯。安心したよ。その様子だともう風邪は大丈夫そうだな。もう大月、こんな感じでいいのか。あといくつ作る。早く治ってくれ。じゃなきゃ大月の外出に同伴できない。